まずやはり一つ注意するのは一発ですよね。そうですね、非常に状態はいいですけども、結構ストレートを中心で、来ているので、はい、狙われた時に芯に当たると飛んできますよね、そういう意味では力のあるバッターは要注意だと思うんですよね、はい、先日のファイターズ戦はスタメンは外れていましたが代打で登場してヒットを打っています。この打球はどうでしょうか。レフトに上がっていって入ってしまいました。ブランコの今シーズン第7号はチーム初ヒット。そして岸が今日初失点という形になりました。やはり一発が怖いという話をしていただけに、はい、そうですね、まあ、ストレートを狙ってくるかなと思ったんですが、その前のカーブの続け球が甘くなったんですよね、カーブね、はい、だからタイミングがずれることなくしっかり打ちましたよね。ね、チェンジアップなんですけどもね、これが、はい、カーブですね。まあ、打った瞬間なので、はい、あれなんですけども、やっぱり続けたボール変化球、これは要注意なんですよね。だから前のボールが あって次のストライク同じカーブだったらタイミングが合うわけですよね、うん、